マイケル・マイク、デビット・マクレディは、アメリカ合衆国のミュージシャン、ソングライター。ロックバンド、パール・ジャムのリードギタリストとして最もよく知られる。他にもテンプル・オブ・ザ・ドッグや、マッド・シーズンなどで活動。フロリダ州のペンサ・コーラに生まれるが、出生後間もなく、シアトルに引っ越す。11歳で初めてギターを手にし、ギターのレッスンに通い始める。中学時代に、ウォリアーズというバンドを組み、 当初はカバー曲を演奏していたが後にオリジナルの楽曲も作り始めデモテープの制作も開始する。高校卒業後もシャドウは活動を続けていたが1988年に解散。その後は音楽やギター演奏から遠ざかり髪を切ってコミュニティカレッジに入学し夜はレンタルビデオ店で働き始めるがスティービー・レイボーンのライブを目の当たりにした後に 再び音楽への意欲を取り戻す。マクレディは、ラブチリというバンドに加入し、徐々に音楽活動を活発化させていく。その後マクレディは後にパールジャムのメンバーとなる、ストーン・ゴッサードとジェフ・アメンと共にテンプル・オブ・ザ・ドッグを結成した。テンプル・オブ・ザ・ドッグには、サウンド・ガーデンのクリス・コーネルがボーカリストを務め、ドラマーは後にパールジャムに加入するマット・キャメロンが担当した。 あとに、オーディションで、パールジャムのボーカリストとなるエリベダーも加入し、コーラスやコーネルとのデュエットを行った。1991年4月に、唯一のアルバム、テンプル・オブ・ザ・ドッグをリリースし、バンドは同年に解散した。パールジャムは、テンプル・オブ・ザ・ドッグ解散前の1990年に、結成され、翌年8月にアルバム、テン』でデビューした。 1990年代前半に吹き荒れたグランジムーブメントの第一人者としてバンドは急速に人気を獲得し、現在も活動中である。ありがとうございます。